はい、どうも、高野です。今回はですね、上メタル最重要バンド、デストローズのね、お話をしていこうと思います。先週ですかね、私、日本ガールズロックバンドの歴史ということでね、お話をさせていただきました。見てくれた皆さん、本当にありがとうございます。本当にですね、最近はですね、もう本当日本のガールズロックバンド、素晴らしいバンドがもうめちゃめちゃ多いということでね、本当盛り上がっております。例えば、まあ、元ね、デストローズの、サッチさんが入っております、ネモフィラであったりとかね、あと元デストローズのミホさんが、立ち上げました、ラブバイツですね。まあ、ラブバイツにはですね、元デストローズのハンナさんなんかも、入っておりますし、あとは元デストローズの、めちゃめちゃデストローズ出てきますけれども、これ何ですかというところでですね、デストローズ名前はよく聞くけれどもね、なんだかよく分かってないという方いらっしゃいますね。もう本当これはですね、ものすごい伝説のバンドなんですよ。で、例えばもうワンピースにおけるね、ロジャー海賊団みたいな形で、あの人も、今あそこの大将もみんなデストローズに入ってたんですかみたいな。それぐらいですね、もう歴史的に、ほんと伝説のバンドと言っても過言ではない、このデストローズというバンド。ね、今回そのデストローズのね、お話をしていこうと思いますので、ラブバイツが好きな方とかね、ネモフィラが好きな方にとってはですね、もうその結成のもう前日談みたいな、感じでね、ほんとルーツになるような、バンドですし、ほんと最近のね、上メタルと言いましたけれどもね、もうほんと日本ガールズロックバンドの歴史の中でもですね、とても、意味性の高いバンド、デストローズのね、お話をしていこうと思いますので、今回はね、そんな形で、まあ、知ってる方も知らない方もですね、最後まで楽しんでいただきたいなというふうに思います。というわけで私はですね、高野ゼミということで、普段からですね、いろんなアーティストの歴史の解説であったり、楽曲の解説なんかをしておりますので、音楽が好きな方、ロックが好きな方、メタルが好きな方はですね、ぜひ、チャンネル登録、高評価を押していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ではね、早速デストローズのお話していこうと思うんですけども、このデストローズっていうバンド、どういったところが特徴かというところをまずね、ご説明したいと思います。2005年から2015年まで、まで約10年間ね、活動していた、正統派メタルの、女性だけの、メタルバンドということでですね、もうほんとメタルセオリーというかね、もうドラムはもちろん漏れなくツーバスだし、ギターはもうツインギターでハモりまくりの、ボーカルはもうハイトーンでみたいな、もうこれぞメタルっていうですね、音楽性でもって、ずっと活動しておりまして、まあ、女性版 X ジャパンみたいな、言われ方も、例えられ方もしたほどですね、もうほんとずっとブレない音楽性でもってやっていたということでね、2005年の、スタートですから、ほんと早いですね。まだまだこう、上メタルと呼ばれるジャンルが確立してない、ところで、もうほんと今でこそね、たくさん女性メタルバンド多いですけども、ほんと先駆けと言っても過言ではないほどですね、もう当時の流行とかね、そういったものもガン無視で、もう本当にメタル愛があってこそのね、デストローズというバンドの特性だというふうに思います。で、そのブレない音楽性にね、負けず劣らずですね、もう本当にテクニックがものすごくてですね、それゆえ、ものすごいこう、このデストローズで活動するっていうのはですね、非常にメンバーにとってですね、高いハードル、基準が、設けられているということで、まあ、それゆえですね、非常に激しい、メンバーチェンジが、繰り広げられたことでもですね、有名なバンドです。もうね、一人抜けるたんびに、まあ、例えばね、バンドとかはほら、1期2期みたいなね、言い方すると思うんですけども、ほんと、細かく言うと10期以上、になるぐらいですね、ほんとメンバーチェンジが激しくて、ボーカルはですね、歴史上ですね、6人入れ替わってるというですね、ことにもなっておりますし、ドア玉でも言いましたね、ネモフィラのサチさんとか、ラブバイスのミホさん、ハルナさんとかもですね、このデストローズを、通過していった、メンバーの人たちということでですね、もう本当にですね、たくさんの、メンバーチェンジを経てるっていうところも一つの、特性であります。はい。そんなですね、デストローズなんですが、どういった歴史を辿っていったのかっていうのをですね、ご紹介したいと思います。先ほどから言うとおります、2005年とはいえ、年末の12月にですね、ギターであります、ギターであり、リーダーであるですね、ミナ隊長という、もうアーティストネームに隊長って入ってますから、最初からもうバンド立ち上げるってまんまですね、ミナ隊長がですね、前身のバンドとなります、まあ、デストロイヤっていうですね、バンドを、組みまして、メタリカとかね、日本のジャパンメタル、ショーヤとかの、
どちらかというとカバーバンドっていう位置づけでですね、このデストロイヤーというバンドを、組むんですけれども、後にですね、翌年から、デストローズにですね、名前を改名しまして、オリジナル曲とかをやり始めるんですね。ライブはですね、メタルの殿堂、まあ、ロックメーカーなどで、初めからやっていたということで、もうこの頃からですね、メンバーの入れ替えがですね、もうすでに始まっていると。いうところですね。で、一番ですね、なかなかの衝撃だったのがですね、2008年の年末ですね、リーダーのですね、ミナ隊長以外のメンバー、ボーカルも入れてるんですよ、がですね、全員同時に脱退するというところがあったりとか、もう本当に激しい、その音楽性と、そしてそのメンバー内とっていうところでね、話題になりましたけれども、ミナ隊長一人ででもですね、メンバーを全員総特会してでもですね、このデストローズという屋号は捨てずに突き進むんだというですね、非常に高いポリシーでもって、この後もデストローズ続いていきます。その後ですね、2009年にですね、今やネモフィラ、そしてまあね、ついこの間活動休止になってしまいましたけども、メアイズブラッドのですね、サキさんが加入しまして、バンドはさらにですね、パワーアップしていきます。そしてですね、翌年2010年にはですね、なんとアイアンメイデンのですね、日本公演、ジャパンツアーのですね、オープニングアクトに大抜擢ということでですね、デストローズ、ほんと名実ともにですね、女性ロックバンドの、もうほんとその当時のですね、もうほんと高い位置まで行くというところなんですが、まあね、その年にですね、さっきの脱退されてしまったというところで、アイアンメイデンのオープニングアクトをやるレベルになってもですね、メンバーの入れ替えが止まらないということで、もう本当にですね、この10年間ずっとメンバーのその脱退とか、加入っていうところにですね、なかなかこう振り回されていた、という形ですね。もう、で、この時はですね、もうあまりにメンバーの出入りが激しすぎて、一回活動を休止します。はい。もう無理だと。それもそのはずって感じでございますけどもね。はい。そういった活動休止を経てですね、2011年にですね、ボーカルマリナさん、が、加入されまして、その後にですね、ベース、美穂さん、そしてドラム、春菜さん、が加入されまして、ある程度の、こう、安定感というかね、そういった、ものと、クオリティね、まあ、安定してますからね、高い水準の人たちが入って、なおかつ、ある程度在籍してくれればね、それはそれなりにもうしっかりとした楽曲がどんどん積み上がってくるということで、2013年にですね、フルアルバム、デストローズ、デストローズのデストローズをですね、発売します。これがですね、最初で最後の、フルアルバムと、なってしまったわけなんですけれども、同じ年にですね、翔也が主催する、ナオンの野音というですね、ほんとガールズロックバンドのもう登竜門的な、そのイベントに出まして、後に大ブレイクするですね、ベビーメタルとこの時に共演すると、いうような伝説も作っております。はい。なんですけれどもですね、今度はそのオリジナルメンバー、ね、唯一のオリジナルメンバーだったそのミナさんがですね、健康上のね、っていうのをですね、理由にですね、休養に入られますね。はい。そして皆さんその後に脱退されてしまうんですね。それに伴ってですね、2015年にですね、バンドはですね、活動休止を宣言されまして、その後ですね、まあこれはまあ事実上の解散だというところになっております。はい。というわけでね、ほんとメンバー一人一人を見ていくとですね、本当に一人一人が、高いスキル、そして、かっこいいパフォーマンス、を持っておりますし、後のね、今現在のですね、2022年現在の、女性ね、バンド、のですね、ほんと、端々にこのデストローズの遺伝子というかね、まあそういったこうデストローズを通り過ぎていった女性たちがたくさん出てるということで、もう歴史を大切なバンドにはなってきますが、本当にですね、波乱万丈な歴史ですね、を経ていったこう伝説のバンドというところですね。今後もですね、多分至るところで元デストローズっていうところのね、キャッチコピーを持ったですね、人たちがもうどんどん活躍してくると思いますので、この伝説のバンドデストローズですね、まあ忘れずにというか、一つ勉強していったということはですね、本当にね、今後のね、この音楽を聴いていく人生の中で、糧になるんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで今回はですね、デストローズの、歴史ということでお話をさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。また別な動画でお会いいたしましょう。